仏港山仏田記念館は台湾高雄市大区に所在する博物館である。英語正式名称は2016年9月に F.O. グアンシャンブッタメモリアルセンターから変更された。仏田記念館の建物は東西文化の融合であり、伝統と現代の共存でもある。仏田記念館は国際博物館であると同時に、 展覧会の開催や文化芸術推進の役割を担う。仏陀記念館を建設するのには9年かかった。2011年の開館以来5年目を迎え、仏教の文芸化、仏教の映画化、仏教の人間化、仏教の国際化という発展目標を掲げつつも、利益を追求せずに参観者に無料公開される。様々な文化、芸術、教育に関する活動や、 両岸交流を行い、展覧会を開き、そして国際シンポジウムも開催する。年間来館者数は延べ1000万人で、台湾南部を旅する人が必ず訪れる場所である。2014年から3年連続で世界最大の旅行口コミサイトトリップアドバイザーのトラベラーズチョイスアワードを受賞した。仏田記念館は西において東に向け、 敷地面積は100ヘクタールである。表に八つの塔、奥に大仏、南に霊山、北に祇園、主な建築物は軸線上にあり、東から西の順に霊系ホール、八つの塔、グランド、ホトテラス、菩提広場、本館屋仏、光大仏などが立ち並ぶ。1998年、西雲大使が国際三段大会を電開誌に、 インドのボードガヤを訪れた。その頃、チベットのラマ像、クンガドルジェ・リンポチェが、仏鴻山寺は長い間、仏教の普及や漢民族とチベット民族との文化交流に尽力してきた。中華漢像文化協会を設立したほか、世界仏教県密会議を主催し、国際仏光会を創設した。仏鴻山寺こそが人間仏教を発用する真の道場だと感心し、 30年近く守ってきたふつきばしゃを生運に贈呈した。君がドルジェ・リンポチェは台湾で記念館を建てて供養することを希望していた。それで消防は永遠不滅であり、シャリは世の中に再び現れます。仏田記念館は2003年に低組織を行い、9年間にわたり工事を終え、2011年12月25日に落成した。 聖文曰く、仏様には、礼拝薬用が必要ではないが、主上には、礼拝薬用という行いを通じて、前年を啓発して心を清めることが必要である。仏塔を礼拝することによって、仏様の発信と接触し、死母の念を消化させ、日常生活の中で仏徳を学んで実践する。仏様には、法刀が必要ではない。けれども、主上には、 宝塔が必要である。それゆえ、宝塔が建てられたとのこと。西雲曰く仏壇記念館は歴史のコンストラクションであり、心のコンストラクションでもある。仏壇記念館はみんなのものであり、ここを必要としている人ならば誰でも近づくことができる。そして仏壇記念館も文化的、教育的な働きがあり、団体グループをはじめ、個人や家族でも、 気楽に利用できるととのこと文芸家映画家人間家国際家仏座記念館は西において東に向け約100ヘクタールの敷地面積を有する着工から春光までは外観図が100枚余りも描かれそして何度も変更されついに現在の構成デザインにたどり着いた仏座記念館は本館以外に表に八つの道奥に大仏南に霊山北に 気温のようなレイアウトになっている。主な建築物は、軸線上にあり、東から西の順に、霊景ホール、八つの塔、グランド、ホトテラス、菩提広場、本館や仏、光大仏などが立ち並んでいる。霊系ホールは、仏田記年間への入り口であり、地下1階地上を3階建てで、諸仏を敬い、霊を尽くすという意味から名付けられた。霊景ホールには、敵水棒、 インフォメーションコーナー、外国人向け観光案内コーナー、授乳室、多機能トイレ、展示エリア、フードコート、売店などがあり、修学旅行ガイドや団体向け観光、ガイト、外国人向け観光、ガイト、外貨両替え、荷物預かりなどのサービスを提供している。門前に彫刻群が設置され、右側に像の像があり、左側に獅子像がある。 マヤ夫人が白蔵を夢に見て、釈迦を解任したところから、白蔵は釈迦の入り腹を象徴し、釈尊の誕生記念として使われる。仏陀の説法はライオンが吠えるようにと表現され、死宿と言われるから、死は釈尊が説法する様子を表し、仏陀の教えの発用として使われる。本館の前方に八つの塔があり、それぞれ違う役割を担っている。八つの塔は、 仏教の基本教義、すなわち八聖堂を象徴する。八つの塔のそれぞれの役割は以下の通りである。八つの塔は同じ工法で建てられ、外観はすべて同じような四角七層の朗角式で、高さ37メートルの鉄筋コンクリート構造である。基礎部分は黄色い砂岩で飾られ、玉垣付きで、外壁材は小理石であり、屋根瓦は、 アスカガワラが使われる。北側には総閣楼という新神霊のすべてに休息を与える金色の建物があり、そのすぐ隣にガジュマルの木やレンの池がある。さ々と降り注ぐ太陽光を浴びる総閣楼が一番美しいと感じる人もいれば、暗闇の中でキラキラとした輝きを持つ。 双閣老の荘厳な姿が一番好きだという人もいる。双閣老2階の茶禅一味は中華の茶道文化を伝えるための空間である。3階の社協堂では仏光最根端や般若心経の社協体験ができ、経典の意義を理解して心を鍛えるのにふさわしい場所である。双閣老名家講座は教育や文化、芸術を通じて人の心を浄化させ、 芸術文化の真髄を共有するために創閣廊の三階に開かれる。成物王大通りに沿って進んでいくと、グレート・ホトテラスにたどり着く。グレート・ホトテラスは雛壇段が十七段もあり、三十未知品、すなわち仏教の三十七の修行法のことを象徴する。グレート・ホトテラスに東向きに立っていれば、後ろに世界最大の座禅している。 銅像大仏があり、西向きに立つと、八つの塔が背景にある一望できる素晴らしい眺めは、集合記念撮影に適する。菩提広場は、長さ100メートル、幅100メートルであり、周りに十八羅肝像や八周祖子像が設置される。菩提広場には、ラブピース福井のる宗教大会、仏教参加、1万人、コンサート、全国における仏密人からなる。 関越式、演劇公演、三好カーニバルなどの屋外の大型イベントがよく行われる。ありがとうございます。